第65回ミスワールド世界大会のカナダ代表アナスタシア・リンさんが大会の開かれる中国本土への入国を拒否され、香港空港で足止めされています。リンさんは自分の人権侵害についての発言を理由に、中国政府が入国を拒否していると主張しています。新唐人テレビがお伝えしました。